ファンの心に響く、厨房のアリス、永瀬角の出演がコミュニティを賑わせる、平野紫耀に似ている、SNS で広がる新たな興奮。最近、日本テレビ系列で放送中の連続ドラマ、厨房のアリスが、視聴者たちの心を掴んでいます。物語は自閉スペクトラム症、ASD の料理人である八重森アリスを中心に展開し、その中で永瀬角が演じる後世の出演シーンがファンの間で話題となっています。平野紫耀に似ている SNS で広がる新たな興奮。ドラマの一部シーンが SNS 上で拡散され、元同僚である平野紫耀に似ているというコメントが相次いでいます。特に第5話のワンシーンでは、永瀬演じる後世が茂みに突っ込んだあかり、金沢美穂を助ける場面で、横顔が平野さんに酷似しているとの指摘があります。これに対して、ファンたちは驚きと歓喜の声を上げています。これって平野紫耀くん?とのコメントが広がり、新たな視聴体験がファンたちを熱狂させています。ドラマがキンプリファンとナンバー、愛のファンを一堂に集め、興奮と期待が交錯している様子が SNS 上で鮮明に見受けられます。アリスの物語、多様性と深みを持つ新しい展開。一方で、ドラマ自体も物語の展開に注目が集まっています。厨房のアリスは、アリスの ASD による頑固さや人間関係の難しさを描きながらも、ほんわかしたハートフルなストーリーで視聴者を引き込んでいます。同時に、ミステリー要素も絡んでおり、予測可能な展開が期待されます。韓国ドラマとの比較、新しい視点での物語の魅力。初回放送後、韓国メディアが、厨房のアリスが韓国ドラマと酷似していると報道しましたが、これが物語にどのような影響を与えるのかはまだ未知数です。ただし、視聴者たちはこれを機に、物語の奥深さや魅力を新たな視点で発見しています。物語に対する期待感が高まり、視聴者たちはドラマの未来に興奮しています。ファンの心情、キンプリ分裂と未来への期待、記事に触れられていない側面として、キンプリの分裂という過去の出来事がファンの中で引き続き影響を与えています。一部のファンはグループ分裂に対して不満や悲しみを感じている一方で、5人全員を応援し続けるファンも存在します。SNS 上では時折、キンプリファンとナンバー、愛のファンが意見を交わし合う様子が見受けられますが、それでも変わらずに5人全員を応援するファンもいます。永瀬角と平野紫耀、新たな興奮が生まれる瞬間。最近、永瀬角のインスタのストーリーズ投稿が話題となりました。永瀬さんはファンに向けて、皆さん明日も頑張ってというメッセージを発信し、その下に目、鼻、口の絵文字で作った顔を添えていました。面白いことに、平野紫耀も以前同じような絵文字を使った投稿をしており、ファンは二人のつながりを感じて大喜びしています。このような小さな瞬間がファンたちに新たな興奮と期待を生んでいます。未知なる展開、ファンの期待が膨らむ未来、キンプリとナンバー、愛の共演が難しい状況ではありますが、ファンたちはいつの日か二人が一緒にファンの前に姿を現す日を夢見ています。ドラマの新展開やキンプリメンバーの動向に対する期待が、コミュニティ全体を一体感と興奮で包み込んでいます。厨房のアリスは単なるドラマだけでなく、ファンたちの心に新たな夢と感動をもたらしているようです。